したもんだ。ちゃんと面舵を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど。暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが。わかりました。あとはこの便利屋ローランにお任せください。おお、ありがたい。みんなにも伝えてくるよ。とは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくはずさで、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、ここは俺たちの出番じゃねえか。僕たちに手伝わせてください。いいんですか？それはとても心強い。いやはや、皆さんに来ていただけてよかった。ありがとうございます。僕は避難してきた彼らを船に乗せてから向かいます。皆さんは道すがら逃げ遅れた方々を見つけてもらえればと。うん、分かった。任せといて。そうだ、これを。何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。なんだこの辺ってこんな花みてえなのは。電声機の類です。それがあればお互い離れた場所で会話することができます。電声機ってすっごく高価なものですよね。いいんでしょうか？はい、構いません。なぜ僕の手作りなもので。あ、ちなみに信号灯としても利用できます。皆さんを誘導するときにでも活用していただければ。さすが便利屋の兄ちゃんだな。ローランです。こんな貴重なもんまで持ってるなんてよ。ありがとうございます。大事に使わせてもらいますね。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、急いで向かおうぜ。やっ、もらっとこ。た、待ってくれ。この祈り場は特殊な力で守られていて、魔物が寄りつかない。傷ついたりした際は無理せずこの岩のそばで休息を取ってくれ。非常用の物資補給もできる。みんなをどうか頼む。囚われているようだ。だが私たちに任せてくれ。どうかどうかお願いします。逃がせ。その調子だ。やっちまえ。受け止めよ。チャンスね。心に任せてくれ。やるじゃない。何の息ぴったりだ。ここからさらに行くぞ。は、逃がさないぞ。そりゃ
公園だ。気抜くんじゃねえぞ。力が湧いてきた。もうこのまま行こう。しないで。逃がさないで。みんな。たあ。そりゃ。た。いや。た。覚悟しろ。は。は。た。どれ。いや。終わらせる。は。は。星の力。ここだ。高くつくぜ。見事な連携だ。これでどうだ。よし、これで全部だな。捕まっている人たちを助けましょう。一時はどうなることかと。さあ順番に船に乗って。私たち助かった。いいよ、怪我人を頼む。分かった。ありがとう。ふう、全員無事のようだな。あんたらさすがだな。これが飛空士の実力ってやつか。ありがとうございます。ただ、他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられて、ゴブリン族が凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。これはなかなか。僕に続いて。クリスタルやってやるわ。いい連携だったよ、みんな。このまま押し切る。当たり前でしょ。当たり前よ。こちらはローランです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。そういえばラカムと私たちが初めて会ったのもこんな風景の島だったね。昔ラカムさんがいたから2段で作ろうってなったんだよね。気になって仕方なかったんでしょ、団長たちの方。どうだったかな。そこに。干渉なはずなんだから報復されるものね。人間の方が数が多い。橋がボロボロになってます。水辺での戦闘になるな。みんな足を取られないように気をつけろ。僕から狙われてるぞ。僕も降りて救助に駆けします。まずはここの悪い子たちを追い払おう。それまで少し待っていてちょうだい。しかし今離れたところに。そうですね、この場は聞くってある皆さんに託します。終わりだ。行くぞ。防御テンペストプレー。まで使うだ。厄介だな。連射はできないはずだ。距離を詰めて一気に叩く。任せときな。バリッシュピュー。いい調子。いよ。当たってる。これでどうぞ。決める。バーストビール。完璧な連携だ。ありがとうビッグ。随分倒したのね。さあもう一踏ん張りよ。これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。ありがとう。無
事で何よりです。さあ皆さん、こちらへ。よし、もう大丈夫だ。ありがとう。怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今猛烈に感動している。回復しすぎたかな。皆さん、ありがとうございます。それで立て続けに申し訳ないのですが、実は風車小屋からも煙が上がってまして。分かったぜ。次は風車が見えるとこだな。そこだ。どこ見てやる。力が湧いてきた。チャンスだ。ここだね。よし、一気に決めるぜ。はい。逃がさないぞ。決めるぜ。それ。まだ。逃がさ。ここだ。はい。ついに今。まだいけるか。当然。皆さん、こちらです。急いでください。おいよ、おいらたちに任せとくな。人質を発見した。すぐに救出する。ありがとうございます。どうかお願いします。大きな風車まで燃やされてひどいです。いい調子だな。俺たちの力を見せつけてやろうぜ。よし、いや、上げてくぜ。やった。今だ。分かった。任せてくれ。やるじゃねえか、ガキンチョ。おっさんだね、おっさん。だけを起こしてね。やるじゃない。よっ、今よ。ここだね。ここだな。さあ、どんどん行くわよ。頼りにしてるよ。そこは覚悟しろ。僕に続いて。キリッと。そりゃ、どんなか辛そうにしてるぜ。早く解放してやろうぜ。強そうなゴブリン、気をつけてください。はあ、ずいぶんといかついのが出てきやがったな。あんたとどっちがいかついかな。はい、調子。俺の方が、決まってるだろ。これでどうになるよ。こいつは、もんじゃねえぜ。他のゴブリンよりも厄介よ。せや。や、全力で。一丁上がりっと。よし、ゴミを解放しようぜ。もう大丈夫ですよ。避難を急ぎましょう。うん、うん。諦めちゃダメだよ。私、生きてる。さあ、もう安全だ。ジョージャン、歩けるか。襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれは、なんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。そんな、大変です。彼らの元へ向かってください。僕が先導します。あっちだな、急ごうぜ。あれ、無事でいてくれ。何やったぜ、ローラン。この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます。だからクンって、お前、俺はてっきり年下だと思ってたんだから。こう見えて意外と年なんですよ。それは秘密です。そこだ、終わりだ。お前の顔を立てるわよ。このまま押し切るぞ。期待に応えなきゃ。こんなものではないさ。いい調子。このまま行こう。ここだ。
いい連携だったよ、みんな。よし、よし、次だ。ギア上げてくぜ。切れてみせる。戦い切らないってんだ。まだいかつい奴が切らないんだ。なんだよ、てめえら。行くぞ。三兄弟じゃなんか。ただになろうが問題じゃねえぜ。君に続こう。せめて安らかに散れ。ラカム、任せときな。いきねる乱海のテンペスト。次もこの調子でいくよ。みんなこの調子でいこう。どりゃ受けてみよ。じゃあみんな気合入れろよ。了解です。もらった。大したものだ。次も任せてください。次も任せときな。皆さん、無事でしょうか？君たちは一体？旅の貴公子だ。依頼を受けて助けに来た。皆さん、もう大丈夫ですよ。その声は、ローランさん？よかった。助かった。さあ、早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たち、そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが、砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。団長、島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。皆さん、奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。やめろ。子供の声だ。急ぐぞ。よし、ここってまさか闘技場？いや、ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん、君たち早く逃げなさい。何か来ます。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。重い。やっやっ手当て。ノーラです。こちらの状況は。ゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。一人で向かってます。なんとか持ちこたえてください。やっ、収まってな。
まだだ。終わらせる。今だ。任せる。任せる。みんな息ぴったりだ。頼もしい限りだ。まだまだいけるぜ。いい調子。私に続け。おうよ。皆の力があってこそだ。そうですね。頼もしい。力が湧いてきた。みんな。よっ。私の実力を見せてあげる。この一撃で。いい調子。任せてくれ。任せてください。テンペストブレード。ラカム、どうよ。とっておきをくらえ。決める。アセンション。すごい威力で当然でしょ。目を離さないように気をつけろ。切れてみせる。今この距離を取るんだ。期待に応えなきゃ。おいらたち
て逃げてくぜ。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる聖少獣の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。リリスの狙いは近畿の大聖少女アンラマインを復活させ星の世界へ帰ること。力ある聖少女4体分の聖書を使い、今度こそ星の世界へのゲートを開こうとしています。聖少女、かつて白空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。聖少女、星神をお前たちはそう呼ぶのか。ミオド、この子の力普通じゃないみたい。この大気の震えはまさか。宝の番人にしちゃ大げさすぎるな。私の声が届かない。星神よ、許したまえ。動き出した運命は止まらない。大いなる犠牲と悲哀を超え、我が救済の執行を。バハムート！今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、いつもあなたが助けてくれて、本当にたくさん感謝しているんです。だから